と岡崎君と石川君、はい、2人は同い年ってことはずっと友達、はい、同じ中高幼馴染みだ、はい、あの日常生活に支障っていうのが心配で、うん、岡崎君があの口コミを送って石川がちょっと石川の方が支障をきたしてる、はい、どういう部分に興奮したんですか、ちょっと女性の私物が結構僕ペチでして私物に興奮するいろんなものにってこと、はい、そうですね、化粧ポーチとかが特にどういう興奮なの、それは化粧ポーチを見たらと、うん、もうそうですね、まあ見て興奮します、女性のそのパイオツと化粧ポーチだったら、あ、化粧ポーチの方が今全然あ、面白いね、ちょっとさ磯貝さ、化粧ポーチはどういける、うん、いや、あの普段だったら全然いいんですよ、さすがにちょっと興奮するって言われるとなかなかお見せしづらいなっていうところがあってそういう目でね、はい、あ、やだよな、あの今日は先輩方のもお二人分借りてきました、今回はヤバい性癖を持つ石川さんのために磯貝アナをはじめエロ声ナレーターでおなじみの私望月京香と中京テレビのお母さん的存在オンダーナの化粧ポーチをご用意しました、自由に見ていいよというふうに言ってもらったので、はい、開けてもいいってこと、開けていただいても大丈夫です、中身出していただいて、ちなみにまず第一印象から聞きたいんだけど、はい、うん、第一印象だとどれ、これが一番、うん、わー、あー、さんないでください、まあ、なんかタッチになっちゃダメですよ、はい、なんでそれがいい、霞んだ汚れてる感じ、使用感がいいです、ね、すごい汚いよ、ね、この人だいぶ使い込んでるめっちゃ汚くないこれ、石川はさ、はい、恩田さんと望月さんと磯貝いて、はい、分かったりするもん、この人これだろうなみたいな、イメージは大体化粧ポーチから分かるんだ、そういうの中見たらもうその人が出ると思います、ポーチは勝負下着と一緒なんですよね、勝負下着、はい、どういうこと、ポーチって女性の勝負道具じゃないですか、うん、まあ化粧そうだね、はい、で普段見せない部分であったりするんで、でポーチの色とか意外と触るな、ダメですよ、はい、お前これ大好きだな、いや触るなよ、触るなよ、触りはダメだよ、それ、はい、おっぱい触ってるようなもんだからね、これこんな、そうそう、意味が違うな俺たちが、開けてもらっても大丈夫です、じゃあ開けてみ、はい、うん、じゃあいいよ、ブランド物って結構、うん、ジャニオタが多いですそれなんだよ、それデータ取れてんのか、データ取れてます、ブラ取れてんのか、ちょっとガールズバーでデータ取れてえ、ガールズバーで見せてもらうの、見せてもらいますびっくりするでしょ、向こうのガールズバーの女の子、ちょっと化粧ポーチ見せてよって説明したら、はい、何が見て何なの、何がやっぱり数ですね、中身の数、どんだけコンパクトにしてるかと、あと中身整理してるか、あ、でもこれはいいんじゃない、整理、結構綺麗、これは結構いいですね、ちゃんと整理してあって綺麗に使って、はいはいはい、真面目な方、几帳面なやつだと思うんですけど、今もう結構興奮してるの、今かなり興奮してます、ね、はい、今もうキャナリって言いそうなキャナリの上だからキャナリはキャナリこっちはどう、いやでもこの人ちょっと雑だな、はい、結構いっぱい入ってますからね、本当だね、中結構汚いな、手作りかもな、こういうシミがいいですね、こっちとさシミがいい、はい、すごい、ちょっとこれ汚いんで多分夜の営みも結構適当な雑な感じが、うん、あ、そう、わかる、はい、わかりますね、ショックだわこれ、恩田さんだったら、まあ、汚いと一番興奮するんですけどじゃあこっちよりこっちの方が興奮してるの、全然興奮しますよ、はい、勝負下着にもシミがついてる、勝負下着にシミついてるタイプですこれは、あ、でもそのものなんだな、はい、じゃあな、そのものだったあ、最後これ一番さ興味持ってた、汚ねえなこれ、室外機みたいじゃねえか、はい、ブランドも分からなくなってるのもいいですね、いいんだこれ、はい、いいですね、これはだいぶ長いこと使ってるだろう、はい、5年ものな気がしますよこれは、あ、そう、でも中綺麗ですね、整理されてるね、整理されてる、これは結構夜も真面目なタイプで、夜も、はい、ちょ、なんで分かんの、きっちりトントントンっていう感じ、あ、構成がしっかりしてる、はい、人ね、最初から最後までしっかりいくタイプだった、あー、そう、はい、ちょっと匂いいいですか、まあまあいいかじゃあ、うん、いいよじゃあ、どう、あ、何が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 、何ですかそれ、いや、どう、いただきましたこれ望月さん決まりですね、うん、でこれ磯貝アナ、うんうん、そう、でこれが意外と恩田さんです、ああ、じゃあ
一番エロいやつはどれだっけ石川的に。一番エロいのはこれですね、うん、春日は本田さんで、うん、石川は望月さん、望月さん、ね、俺も望月さん、そうね、いい発表して、はい、これはこの人です。あれ、あれ、あ、これ、おい、あ、誰も当たんなかったね。いや、そうだね。これどう、急がいって聞いて、うん、いや、最高じゃないですか、それ。お前外してんだぞ。悔しがれよ。何が最高なの。外しても一番嬉しいです、これで。